と森明、久しぶりにメンバーに入りました。宮崎にホテルに到着しました。一番大事なのは楽しまなきゃ。誘ってんじゃん TV、 ガガガガガー。皆さんこんにちは。今日も誘ってんじゃん TV に遊び来ていただいてありがとうございます。なんかここなんかあざみたいなのできてる、なんだこれ。まあそれは置いといて、明日宮崎との試合があるんですけど、なんと森明久しぶりにメンバーに入りました。ということで今から宮崎に向かって明日の試合に備えていきたいなと思ってます。試合のことも踏まえていろいろとカメラを回していきたいなと思ってるんで、皆さん今日も一日お付き合いよろしくお願いします。久々の試合、楽しみプラスもうやってやるしかないっていう、そういう気持ちですね。今日からいい準備できるように努めていきたいなと思います。それでは松山空港を出発したいなと思います。行ってきます。バイバイ。あ、かぶってる。あれげー、バモバモ森くんバモバモ。今日はパーソナルを見ながら機内でじゃあ移動します。なるほどね、意識高っ。回してます。席はウッチーと隣です。ウッチー待って待って、何が入ってた。いらんじゃんこれ、バッグに入れてないって俺は。違うって、バッグに入ってたもうで。
人で宮崎初めて。初宮崎。嘘。マジ。モテは何回かあるか。キャンプ。ね。なんだこれは。ライフ。ライフセイダー。シーダー。え？すごい、ここから入れるやん。前田君の登場です。いやいや、誰もない。お願いします。お、誰もない。無事に宮崎にホテルに到着しました。じゃん、宮崎の今日の天気、宮崎も愛媛と同様快晴です。くー、雲が点々点々といい感じであります。いやー、しかしいい天気だ。明日ここ宮崎で試合ができると思うと今からワクワクしますね。頑張らなくちゃいけないです。やるっきゃない。夕食がこれから18時からなんで、今4時45分過ぎなんですけど、夕食までちょっとホテルの部屋でゆっくり過ごしたいなと思います。今から、ちょっとご飯が18時からなんですけど、今時間がだいたい5時10分ぐらいなんですけど、ちょっとご飯前に今日は先に治療をしてもらおうかなと思ってるんで、これから治療をしてもらって、トレーナーさんに体をチェックしてもらって、夕食に向かいたいなと思います。結構早めにホテルに着いたんで、ちょっとホテルでゆっくりできる時間があるっていうのは選手にとったらものすごくありがたいですね。結構カツカツの時もね、ホテルに着いてすぐ夕食っていう時もあるし、こうやってちょっと、ホテルに着いて1時間ぐらい部屋でゆっくりして、夕食っていういろんなパターンありますけど、今日はちょっと早めに着いたんで、まあリラックスして、夕食まで過ごせるっていうのは選手にとってはものすごくいいですね。はい、ということで、今から治療と夕食に行ってきます。皆さん、どうもです。そんないらないか。今、夕食を終えて、部屋の方に戻ってきました。お腹いっぱい。いつもね、こういう、試合とか、まあ、ホテルとかそうなんですけど、まあ、バイキング形式のところは、だいたい森脇そうなっちゃうんですけど、量を取りすぎるっていうね、取る前はね、お腹がだいぶ空いてるんで、いろんなもん食べたい、これもあれもそれもあなたも食べたいっていう感じのね、感じで多く取っちゃうんですけど、でも取った後にもう食べ終わった後、すべてをもちろん完食するんですけど、食べた後はうわお腹いっぱいだーっていう、その満腹感に満たされてるっていうところですね。今日も例外なく、お腹いっぱい食べてきました。これで明日の試合はもうバッチリでしょ。頑張んないと。もう栄養も取ったしね。これから今6時半過ぎ、これからはまあ自由時間なんで、またゆっくり部屋で過ごしたいなと。まあいろいろお風呂入ったりとか、自分で体をちょっとケアしたりとかしたいなと思ってるんで、夜寝るまでいい時間を過ごしたいなと思ってます。皆さんどうもです。今リラックスタイム中なんですけど、いつもの森脇の、ルーティーンでもある前にも、動画で紹介したことあるかな、このハイパーボルトを使って、ちょっとだけ、ま、筋肉をちょっと張ってるなって思うところを少しだけ緩めたいなと思ってます。まあ緩めすぎてもね、良くないのかもしれないけど、
森脇はまあなんていうのかな、疲労が残ってない、筋肉が硬くないように、硬くないようにおかしいな、筋肉がね硬くない状態で明日の朝を迎えたいなと。まあ試合前にはね、いろんなトレーニングで体に刺激を入れて、ちょっと筋肉にある程度刺激を緩ますっていうよりかは筋肉に刺激を入れて試合に臨むんですけど、試合前日は朝を迎える時にはできるだけ疲労感を取り除きたいなっていう思いがあるんで、いつもの前紹介したと思うんですけど、このハイパーボルトで、筋肉をほぐしていきたいなと思います。ハイパーボルト、これがまたねいいんですよ。これ見えるかな、もう大きい音。最近これねちょっとね音がガンガンいって調子が悪いんよね。パラパラいいですね。こういうふくらはぎも筋肉、前もやってたねこれ。振動が、皆さんめっちゃカラカラ、なんかね最近カラカラ言うようになってちょっとね調子が悪いんですよね。もうだいぶ長いこと使ってるからかな、カランカランカランって、なんか森脇の頭の中と同じ音がカラン。音がいつもと違う。どういうこと？なんでハイパーボルトが調子悪いぞ。壊れかけてんのかもしれないね、これ。オーマイゴー。ダメだ。ダメだ、めちゃくちゃ調子が悪い。なんでだろう。今日はハイパーボルトが森脇を受け付けてないっていう感じですね。もうやめてくれと、触んないでっていう感じで、なんかちょっとハイパーボルトが怒ってます。カランカラン言うし。よし、ちょっといつものルーティンをまあちょっとできた。ちょっとハイパーボルトのね調子が悪いですけど、明日は、まあ、この後まあ今、9時前、8時半過ぎなんですけど、まあこれからね寝る準備をしたいなと。まあ明日1時30分から平日の1時30分からの試合なんですけど、まあ本当に久々にいい試合に絡むなっていうところですね。まあここまでねいろんなことがありながら明日の試合を迎えるわけですけど、まあ、本当に森脇にとってものすごく重要な試合であることは間違いないのかなと。
まあどの試合もねいつも重要だし、一日一日が毎日毎日が、大事であることは間違いないですけど、まあ明日久々に試合ができるということで、まあその喜びを持ってピッチに立ちたいなと思ってます。はい、まあ本当にねいろんな感情が湧いてくるんですけど、でもやっぱりサッカーできる喜びとかね、明日も今日より成長するんだと、明日の試合で得るものをたくさん得るんだと、得るものをたくさん得るんだ、合ってんのかな、おかしいのかな、よくわかんないけど、まあ明日の試合もね、たくさんいろんなことを吸収したいなと。もちろん試合なんでね、勝ち負け引き分けってあると思いますけど、まあ、とにかく自分自身が、そして愛媛 FC がやりきったと、この試合全てを出したっていう、そういう思えるゲームをしたいなっていうふうに思ってます。とにかく明日のいいイメージをしながら今日は睡眠につこうかな。はい、それではいつものルーティンで相手の試合もねちょこっとだけ見て、残りの時間を、睡眠までの時間を過ごしたいなと思います。はい、皆さんそれではおやすみなさい、バイバイ、また明日。皆さんおはようございます。今時刻は7時半頃なんですけど、これから朝食に向かっていきたいなと思います。朝からご飯をいっぱい食べてエネルギーを補給して試合に向かっていきたいなと思います。今日のね富山の天気はこんな感じですね。じゃん、若干曇りなのかな。まあ、晴れてはいますけど、曇りじゃないか、晴れてはいるか、雲が多めっていう感じですね。それではご飯に行ってきたいなと思います。行ってきます、バイバイ。ご飯を食べて、朝食を食べて、部屋に戻ってきて、今もう時間がだいぶ経って9時半過ぎなんですけど、これから10時から、試合食、軽食があって、その後11時前から、ミーティングして出発するっていう流れですけど、まあ朝食食べて1時間半ちょっとかな、時間があったんで、その間にまあいろいろ少し体のケアしたり、お風呂に入ったり、そしてこう試合に向かっていくね髪の毛を整えたりする時間に当ててました。はい、それではまたミーティング前に動画を流しますけど、とりあえず試合食の方に行ってきたいなと思います。はい、皆さんこんにちは。今10時半ぐらいなんですけど、これから、ミーティングを行って、試合会場に、向けて出発するところです。まあ、今日の試合、宮崎との試合なんですけど、まあ、この宮崎との試合ちょっとイレギュラーで、ちょっと前に試合が行われるはずだったんですけど、まあ、台風の影響で、試合が延期して、今日平日木曜日なんですけど、1時半からキックオフ、代替試合っていうんですかね、そういう日程が組まれたっていう状況ですね。平日の1時半からの試合なんで、どれだけのサポーターの方がスタジアムに駆けつけてくれるのかわからないですけど、とにかく僕にとっても愛媛 FC にとってもものすごく重要な試合だというふうに捉えてます。僕自身もね久々の試合出場ということで、やっぱ気持ちもね高ぶるところがありますし、この試合やってやろうと
そういう気持ちでいますけど、とにかく一番大事なのは、森脇がね、いつも思ってる、試合は楽しまなきゃ損っていうところなんじゃないかなと。とにかくね、今日与えられた時間で、与えられた状況で、しっかりとプレーをして、そしてサッカーを楽しむ、自分自身が楽しむことによって、チームにもね、いい影響をもたらしたいですし、それが見てくれてるね、ファンサポーターの皆さんに伝わればいいんじゃないかなと。やっぱり伸び伸びプレーしてね、ガッツあふれるプレーをして、ファンサポーターの皆さんに気持ちを届けたいなと思ってます。それでは皆さん、応援の方よろしくお願いします。それでは試合の方に行ってきたいなと思います。頑張るぞ。ありがとうございました。よし、頑張ってくるぞ、行ってくるぞ。高いやん、やば。なんか筋肉番付みたいな腹筋して腕立てしてる。森田絶対乗せんといてやば。いや本当はね、乗っけたかったんやけど、今日も散々やけん乗っけれんわ。りょうすけ、あれやめた。あ、みんな長旅やね。まずいです。みんな精神低いよ。上げていけるかな。ぶち上げで。ぶち上げで。まずいです。長旅、お疲れちゃん。まだこれから。そうやね、こっからもあと2時間。今半分やね。やね、こっから2時間。